はお客様の毛髪状態をチェック、毛髪診断とプレシャンプーを行います。髪質や毛髪のダメージに合わせ薬剤や技術プロセスを設定、施術に入る前にノンシリコンシャンプーで髪と頭皮を優しく洗い上げます。次に美しいストレートヘアになるための髪のベースを作っていきます。湯気の100分の1という細かい分子を持つナノ化されたスチーム、ナノスチームを傷んだ髪にたっぷり吹きかけます。ナノスチームはキューティクルの間を通って乾燥した髪へ浸透し、不足した水分を補給します。さらに前処理としてケラチン、CMC 成分の入ったトリートメントをダメージに合わせて塗布、健康な髪に必要なタンパク質や潤い成分を補い、毛髪全体をムラなく薬剤に反応させる基礎を整えることができます。ダメージ部分や以前にストレートパーマが施されていた部分にはトリートメントを施してから一液を塗布していきます。この作業により毛髪の癖を内部からほぐし、ストレートヘアに形付けしやすくします。塗り終わった後にも乾燥によるダメージが進行するため、必要に応じてナノスチームでケアしていきます。毛髪が 160% 程度軟化しているかを確認し、薬剤をしっかり洗い流します。この際髪を試すすぎすることで水分を髪の芯にしっかり閉じ込めます。仕上がりがより柔らかくなり、潤った状態を持続させることができます。熱ダメージを防ぐ保護トリートメントを塗布してから、ドライヤー、ヘアアイロンを使って140度から180度の熱で髪にストレートヘアの形をつけていきます。トリートメント成分の入った定着液でストレートヘアを固定します。髪をよくすすいだ後、最後にトリートメント、アウトバスで美しいストレートヘアに仕上げて完成です。毎日あなたを悩ませていたくせ毛がたった数時間で理想のストレートヘアに生まれ変わります。くせ毛でお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。